目標がないと何のために頑張っているか分かんないっていう感覚を持っていて、自分のこれからをちゃんと考える時間がコロナ中にできて、自分スタンダード作りなさいよと、そしたらもう自信が持てるわよっていう、こんな顔だったらいいとか細かいこと言えばもっと足長かったらいいなとかね、いろいろあるじゃない。それ細かいことはどうでもよくて、自分がだから自分スタンダードでいけばそういうことも愛せるようになってくるから、待ってるだけじゃそこに波は来ないので、自分じゃ気づけないこととか海は教えてくれるような感じがします。勢いでできる時期って意外ともう短いと思うんですよ。だからなんか突っ込めみたいなことができたらいいなと思ってるんですけど、他者に喜んでもらうことをできることが自分の喜びなんです。子供たちが喜んでる顔を見て私が幸せになるの。愛が伝わったりすることは結果であって、私が動くことによって自分がハッピーになるんですよ。積み重ねていればそれがきっと大きな進化として現れる。大切にしてる言葉は 1% 進化。ロエベ